皆さんは、この生物が何か知ってますか？カニとか、カブトガニに似てますね。これは、ダニ、です。寄生性のダニで、ミツバチに寄生します。名前は、ミツバチヘギータダニ、です。世界では、バロア、として知られ、世界中の養蜂家から嫌われている生物です。なぜ嫌われているかというと、この寄生生物が増殖すると、蜂はコロニーごと死滅するからです。蜂の大人や幼虫に取り付き、体液を吸い、成長を阻害し、さらにウイルスを撒き散らし、ミツバチに病気を誘発させます。ミツバチの敵、ナンバー1です。今回、家の庭のミツバチに取り付いていたので、駆除してみました。昨年はこのダニが増えて、うちのセイヨウミツバチは全滅しました。巣の前に死体が転がってます。ダニの影響でしょうか。はい、こんにちは。今日はこのうちのアピスタンっていうダニ駆除剤を使ってダニを駆除していこうと思います。まず煙を吹きつけてミツバチをおとなしくさせます。これがアピスタンの薬剤です。薬剤はシート状になっていて、巣箱の中に吊り下げられるようになっています。最初は繋がってるので、折り目に沿って切り取ります。こうやって手でちぎれます。アピスタンは1袋に10シート入ってます。私が買った時は1袋3800円でした。吊り下げやすいように切れ込みに沿って T の字に折り曲げます。こんな感じに差し込みます。最近寒くなってきたので、ミツバチは気が荒いです。この前、顔の防具なしで、私が巣の前に手をかざしたら、ミツバチは怒って飛んできて、耳の中に入ろうとしてきました。めちゃくちゃ怖かったです。お互いのためにも、しっかり防具をして、煙を吹きかけて、なだめましょう。ミツバチが密集している枠に薬剤シートを引っ掛けます。引っ掛けたら、閉めます。とても簡単でした。6週間の間、薬を巣箱に放置して、その後撤去します。ダニの駆除をするときは、付近の巣箱すべてに薬剤投与して対処します。ミツバチは、たまに他の群れの巣箱に入ることがあります。ダニを背負ったまま入る可能性もあります。どこかにダニが一匹でも残ってると、また増殖しだすので、すべての巣箱に対処する必要があるそうです。しっかり退治しましょう。ダニによって、そのコロニーが崩壊すると、他のミツバチが蜂蜜を吸いに来て、そこから感染が拡大します。ダニにとってはコロニーを崩壊させた方が勢力を拡大できるので、頑張ってミツバチを弱らせるんでしょうね。全く厄介な生物です。日本でバロアに対して認可された薬は2種類あって、アピスタンとアピバールがあります。ダニは徐々に薬剤抵抗を持つようになるので、この2種類の薬を交互に使うことが推奨されています。はい、こんにちは。ダニ駆除剤を置いて1日が経ったので、経過を見てみます。この巣箱の底はスリットが入っていて、細かいゴミがトレイに落ちるようになっています。ダニも、薬剤が効けば力尽きて、ここに落ちるはずです。1日経っただけで、結構ダニが落ちてきてます。ピンセットを使って拾ってみました。このつぶつぶがバロアです。死んでますね。あ、こいつはしぶとく生きてます。横幅が約 1.5mm、縦幅が約 1mm くらいの大きさですね。薬に抵抗があるんでしょうか、怖い。海外では薬剤に抵抗を持つバロアも出現しているそうです。そのため、薬剤以外でバロアに対抗する試みがいろいろ取られてたりします。臭酸や偽酸を使った方法、熱で虫殺す方法。他にもエッセンシャルオイルを使ったり、粉砂糖を振りかけたり、いろいろな方法を試してる人がいます。あとは品種改良でダニを倒すミツバチを作る方法も研究されています。品種改良された蜂は、お互いに毛づくろいをしてダニを落とし、寄生された子供がいれば巣の外に捨ててコロニーを守ります。なんとかいい解決策が見つかるといいですね。とりあえず薬剤を巣箱に残したまま、経過を見ようと思います。それではご視聴ありがとうございました。